鉄腕ダッシュとキシユタの絆。感動のジャンボスイカエピソードから紐解く深い関係性。キシユタのジャンボスイカ、自然災害で消滅、それでも諦めない。感動の物語が視聴者を熱狂させる。鉄腕ダッシュとキシユタの関係は、ただのテレビ番組と出演者の関係ではなく、もっと深い絆があるように感じます。特に昨年の夏。 彼が大切に育てたジャンボスイカのエピソードは、多くのファンの心に残り続けている出来事の一つです。そのスイカが自然災害によって流されてしまった時の岸君の切ない表情と言葉は、視聴者にとっても非常に感動的であり、まるで彼自身がこの困難を乗り越えようとする姿を象徴しているかのようでした。その後、彼の先輩である国分太一さんと二宮和也さんが岸君の意思を引き継ぎ、 スイカの種を大切に育て続け、再びそのスイカが実を結ぶまでの過程は、多くのファンにとって感動的な出来事でした。鉄腕ダッシュには、単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、そこに出演するタレントたちの努力や思いが深く刻まれていることが視聴者に伝わります。特に岸優太がこの番組を通じて築いた関係性は、彼の真褒めさや誠実さが現れていると多くのファンが感じています。 彼のジャンボスイカへの取り組みはその一例であり、その過程を見守ることで視聴者も彼の努力に共感し、応援したくなるのです。このスイカが再び実を結んだ瞬間、まるで岸くんが戻ってきたかのように感じた人々も多かったのではないでしょうか。鉄腕ダッシュでの岸くんの姿が、今もなお多くのファンに愛されている理由の一つは、彼が持つ一生懸命さと、その背後にある真摯な態度です。 彼が一つのことに対して全力で取り組む姿勢は視聴者に感動を与えます。彼の努力の姿は視聴者自身の日常生活にも共感を呼び起こし、私ももっと頑張ろうという気持ちを引き出してくれるのです。また彼が「鉄腕ダッシュ」に参加することができなかったとしても彼のスピリットや意志は先輩たちによって引き継がれ番組内で生き続けています。これは 岸くんがただのタレントではなく、もっと深い部分で番組に関わっている証拠です。先輩である国分太一さんや二宮和也さんが、岸くんの努力や思いを尊重し続けていることも感動的です。彼らは、岸くんが忙しい音楽活動の中で番組に出演できないことを理解し、その上で彼の代わりにスイカを大切に育て、視聴者に、岸くんの努力は無駄ではないと感じさせてくれました。これは 岸くんと彼らの間にある信頼関係が非常に強いことを示しており、その関係性が視聴者にも大きな影響を与えているのです。これこそが、鉄腕ダッシュの魅力の一つであり、単なるバラエティ番組の枠を超えた、感動的なストーリーが生まれる理由でもあります。ファンたちが特に感じるのは、岸くんがどんなに忙しくても、彼の心は、鉄腕ダッシュにあり、いつかまた彼が番組に戻ってくることを期待しているという点です。 今回のエピソードで彼が参加できなかったことは残念ですが、ファンはそれを理解し、次の機会を心待ちにしています。それだけ、彼が、鉄腕ダッシュに出演することが視聴者にとっても大切なものだと感じているのです。また、彼がこのスイカに込めた思いは、ただの食べ物ではなく、もっと大きな象徴となっているようです。スイカは努力の結晶であり、 視聴者が彼の成長や努力を見守る象徴としての意味を持っています。スイカのエピソードがここまで深く視聴者の心に残っている理由の一つは、岸くんが常に全力で挑戦し続ける姿勢にあるのでしょう。多くのファンは、彼がまた、鉄腕ダッシュに戻ってきて、このスイカを食べる瞬間を夢見ています。その夢は、岸くん自身にとっても大切なものであり、彼の先輩たちやファンがその日を待ち望んでいるのです。 鉄腕ダッシュのスイカは単なる農業プロジェクト以上の意味を持ち岸くんがまたこの舞台に戻ってくるためのきっかけとして多くのファンが期待を込めて見守り続けています。またこのようなストーリーを描く「鉄腕ダッシュ」の魅力はその一貫性と温かさにあります。多くのバラエティ番組はエンターテインメントとして楽しむことが目的ですが「鉄腕ダッシュ」にはそれ以上の価値があります。 出演者たちが真剣に取り組み番組内で培われた絆や努力が視聴者に伝わることで単なる視聴体験を超えた感動を呼び起こすのです特に岸くんが育てたスイカのエピソードはその象徴的な瞬間として視聴者の心に深く刻まれました今後も岸くんが「鉄腕ダッシュ」に戻ってくるかどうかは分かりませんが彼のファンや番組スタッフそして先輩たちは いつか彼がまたこの舞台で共演すする日を心待ちにしています彼の音楽活動が忙しい中でも、その存在感や努力は決して忘れられることはありません。それどころか、彼のいない間も、彼の意思や魂は番組内で引き継がれ、次の世代へと伝えられていくのです。岸君が「鉄腕ダッシュ」に戻ってきたとき、視聴者は彼がどのような新たなチャレンジをするのか。 そして彼ががまたジャンボスイカをを育てる姿を見るる姿見ことができるのか、期待を寄せています。彼の真面目な性格と誠実さは、どんな困難に直面しても決して諦めることなく挑戦し続ける姿勢を象徴しており、それがファンの心を打つのです。次の夏に、再び彼が、鉄腕ダッシュでスイカを食べる姿が見られることを願って、ファンたちは待ち続けることでしょう。鉄腕ダッシュがただのバラエティ番組ではなく、 人々の心に残る理由は、このような感動的なストーリーがあるからです。岸くんが築き上げた絆や努力は、彼の先輩たち、そしてファンたちによって支えられ続けています。彼のスイカはその象徴であり、彼がまたこの舞台に戻ってくる日を、多くの人が心から待ち望んでいるのです。岸くんのジャンボスイカが再び実を結び、彼がそれを手にする瞬間、視聴者もまた感動を新たにすることでしょう。 これからも彼の活躍を応援しつつ、彼の次の挑戦を楽しみにしています。ガン・ユータの「鉄腕ダッシュへの復帰は、ファンにとって非常に待ち遠しいものですが、それは単に彼の出演が期待されているからという理由だけではありません。彼の姿勢、誠実さ、そして何よりも努力を惜しまないその姿勢が、視聴者の共感を呼んでいるのです。彼が忙しい中でも、 鉄腕ダッシュに出演して様々なプロジェクトに挑戦する姿は、ただの芸能人としてではなく、一人の人間としての成長を見せてくれるものでした。特に、農業や自然に関する取り組みでは、彼の持つひたむきさが際立ち、多くの視聴者の心に響いたのです。これらの活動は、彼が自然との共生を学び、成長する姿を映し出していました。視聴者にとって、 鉄腕ダッシュのプロジェクトは単なるエンターテインメントではなく、一緒に成長を見守るような体験です。岸君が取り組んだジャンボスイカやその他のプロジェクトは、その象徴といえます。これらの活動を通して、彼がどれだけ真剣に取り組んでいたかが伝わり、彼の人柄や誠実さがより一層視聴者に愛される理由となっています。ファンは、彼が再びこの舞台に立つことを待ち望んでおり、それは、 鉄腕ダッシュにおける彼の存在が単なる一人の出演者以上のものであることを物語っています。岸君の復帰が期待される背景には、彼の持つ特別なキャラクターも関係しています。彼の純粋さ、無邪気さ、そして何事にも全力で取り組む姿勢は、多くの人々に元気や勇気を与える存在でした。彼が自然と向き合い、失敗しながらも成長していく姿は、まさに、鉄腕ダッシュの精神そのものであり、 視聴者はその姿を通じて自分自身の人生にも共感を見いだしていたのです。この共感こそが、岸くんが、鉄腕ダッシュで果たしてきた役割をより重要なものにしているのです。彼のスイカプロジェクトは、視聴者とのつながりを象徴するエピソードでもあります。ファンは彼の成功や失敗を共に体験し、彼が努力し続ける姿を見守り続けました。これは、ただのテレビ番組の枠を超えた関係性であり、 岸くんがいいた絆の深さを示しています視聴者は彼がスイカを育てるだけでなくその過程を通じて学び成長し続ける姿に感銘を受けそれが彼の真摯な姿勢に対する敬意として表れているのです。岸君が鉄腕ダッシュに戻ってくることが視聴者にとって特別な意味を持つのは彼がただのタレントとしてではなく一緒に成長し挑戦する仲間として見られているからです。 彼がスイカを育てるエピソードは視聴者にとっても一緒に夢を追いかけるような感覚を与えました。その結果彼がスイカを失った時の悲しみやそれを乗り越えて再び挑戦する姿には大きな共感と感動が生まれたのです。そして「鉄腕ダッシュの他のメンバーたちが彼の不在をカバーしながらも彼の精神や意志を引き継いでいることは岸君に対する信頼と敬意を表しています。 国分太一さんや二宮和也さんが彼のスイカプロジェクトを引き継いだ姿は視聴者にとっても感動的な瞬間であり彼らがチームとして互いに支え合い信頼し合っていることを示していました。これは「鉄腕ダッシュの一つの大きな魅力であり単なるバラエティ番組を超えた深い絆がそこにはあります。